ミーキャンプ。今回も音声入れていこうと思います。第2弾ということでよろしくお願いします。ご飯の前にハイボールをいただきます。行きの上り坂がすごくきつくて早くハイボール飲みたいって思ってたのでご飯より前に食べてます、飲んでます。お好み焼きもどきを作ります。小麦粉は使わないために長芋をお家ですりおろしてきました。で、卵を入れて黄身が握るのでよしって感じです。事前にさまざま材料を適量持ってくるのですが、豚バラを完全に忘れていてクーラーボックスに入ったままになっています。このまま、これがお好み焼きだとこの時は思っていて全部の材料を入れていくんですけど、傾斜があることを忘れていて、ショックすぎて声が出ないので声小さって思われたかもしれませんが、こんなことあるんだなと思いましたし、この日はポンコツ、いつもよりポンコツなので呆れられる感じですね。調味料は
これから使いそうなものと、まあ一回しか使わないというもので袋に入れるかチューブに入れるか分けてます。マヨネーズがあまりうまくかからないですが、よしとします。かつお節は2袋持ってきてたんですけど、1袋で十分な量でした。青のりも好きなのでたっぷりかけます。今日初めてのご飯、とっても美味しかったです。景色見ながら食べるご飯が一番美味しいなと思いながら食べてます。今回は1時半ぐらいにキャンプ場に到着したので、日が出てるうちにお昼ご飯が食べることができて、個人的にはそこが一番嬉しいです。日中のご飯が嬉しすぎて噛みしめるかのように太陽の方ばっかり見続けています。ご飯食べ終わってしまって名残惜しそうにしている顔です。焚き火の準備を始めます。新しく焚き火台を購入して、それに伴いスパッタシートも追加しました。この焚き火台は前に使ってたものより1キロぐらい軽いものになるので、あまり重いものは乗せれないですが、今日作るメニューでは問題ないかと思うので使っていきます。事前に家で組み立てて来たので、何のパーツがどこに入るかわかるんですけど、一瞬わからなくなってましたね。薪は針葉樹を買ってきました。なんかこの台があるので、久しぶりにバトニングやってみたいなと思ってトントンしていきます。フェザースティック目指して削っていきます。疲れたからやめるかと思いきや、意外とやめずにやけくそで削ってます。もうフェザースティックとかじゃなくささくれって感じですね。ダメ元でささくれスティックに火をつけていきます。少しだけ火がついたことで満足したので、そろそろ着火剤で火をつけたいと思います。
夜ご飯前におやつを食べたいので、バナナにチョコを挟んでいきます。コンビニに好きな板チョコがなかったので、サシャにしました。サシャはパリパリしていて大好きです。チョコを食べながら当分考えてます。チョコで何かをするのは学生時代のバレンタイン以来なので、ワクワクしてニヤニヤしてます。切り終わったのでバナナの中にチョコを入れていきます。ただ多分パンパンになっちゃうかなと思ったので、一つ二つぐらい食べて、その中にチョコを挟みます。見た目が不思議な感じになりましたけど、できました。焚き火に火を起こして、そこにバナナ乗せます。やらかしてしまって、またもなんかもう絶望って感じですけど、良いです。そんな日もあります。失敗続きのキャンプです。味は美味しいのでパクパク食べます。少ししかないですけど仕方ない、そんな時もあるんだって言い聞かせながらコーヒー飲んで落ち着きます。今回のやらかしキャンプはとても反省しているので、次に生かしていきたいと思います。疲れてるとかそういうのなかったんですけど、なんかぼーっとしているのかな、わかんないですけど、すごく自分でもショックだったので、気をつけて楽しんでこれからも続けていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。